ガオ浜田山の子不動産ですこんんばは新曲を作ることだけが自分の道だとは思ってませんすでに洋々なタイプの曲を作ってきましたある年はこの曲が光り別の年にはこの光が輝くそんな感覚があります今の編曲家に今の感覚でお色直しをしてもらえれば 全く新しい曲として蘇りますと。現在、過去、未来の歌詞はなぜ過去、現在、未来の順ではないのか。現在から一旦過去を見直せば未来が見えてくる。あの歌からこんなヒントを得て人もいるそうです。私も過去の曲を聴けば未来につながると信じていたので、我が家を得たりと笑いました。 渡辺町子、シンガーソングライター。それでは、お先に失礼します。